連邦参議院議事堂連邦参議院は、連邦制を取るドイツにおいて16州ある、各州政府の意思を連邦政府の政策に反映させる議会である。議員は、各州政府から派遣される。ドイツの上院に相当するが、権限は、州に関連する連邦法案の審議に限定される。ドイツは任意制を採用するが、上院は、日本や米国。 イタリアの上院とは異なり、議員は選挙で国民から選ばれない。各州政府が人口に応じて決められた奇跡数の代表者を送り出す。歴史的に中世の諸公会議に橋を発する伝統的な制度である。連邦参議院の発祥は、北ドイツ連邦時代の各両方の議会そしてドイツ帝国時代の連邦参議院である。連邦参議院の議事堂は、 会員に相当するドイツ連邦議会が置かれている、シュプレカ下半の国会議事堂には置かれずに、ライプツヒドーリの旧プロイセン王国貴族院議事堂に置かれている。なお、ドイツ語圏のスイスで、シュバイセシャー・ブンディスラットと呼ばれる国家機関がある。立法府が行政府を兼ねるもので、ドイツのそれとは性格を意味する。訳語としては、連邦参事会、連邦参議会。 連邦評議会が使われる。2016年12月の連邦参議院の構成。色は各州政府の与党を示す。各州は最低でも3の評決権を有し、人口200万人以上で4、600万以上で5、700万以上で6の評決権を持つ。連邦参議院は各州政府の代表者によって構成される。法律上の規定ではないが、 通常は各州の首相もしくは閣僚が出席する。従って、連邦議会のような議員選出のための選挙は行われず、任期という概念も存在しない。審議する法案によって代表者が入れ替わることが普通であり、連邦議会のように定まった議員が存在するわけではない。本会議場には各州6の座席があるが、 氷決権は一名の代表者によってその州のすべての議決権が一括して行使される。氷決権の分離行使は基本法によって禁止されている。議長は各州が輪番で担当する。また、連邦参議院議長は、連邦大統領が死亡や事故等で職務遂行不能の状態となった時やその職務が任期満了前に終了した場合は、 その権限を行使するとされている。近年においては、ホルスト・ケイラー、クリスティアン・ブルフと2代続けて、人気半ばでの連邦大統領の辞任により、当時の連邦参議院議長だったイエンス・ベイルンゼン、ホルスト・ゼーホーファーが、それぞれ新しい連邦大統領選出までの間、その職務権限を行使している。各州の代表者には、連邦から議員歳費は支給されない。 ベルリンにある各州の事務局の運営経費を含め議会活動にかかる費用はすべて各州の負担である。連邦参議院の議場基本法の改正法案及び財政法案を含む州に関する法案の審議と議決を行う。ただし、どのような法案が州に関連する法案であり、州に関連しない法案であるかは明確ではなく、州に関連しない法案として、 連邦参議院の審議を経ずに成立した法案が憲法裁判所によって州に関連する法案だったとして効力を失ったことも実際にある。通常、連邦参議院の審議と議決を必要とする法案は全体の半数程度である。ありがとうございます。